ちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。本日は新内登場。チョコレートイベントの中でも最高峰の人気を誇るサロン・ドゥ・ショコラパート2にやってまいりました。人気も行列も手に入れにくさもその度合いの凄さは凄まじく、中に入るのも一苦労。貴重な映像となっておりますので、よければご覧ください。またこれから行かれる方、何を買おうか悩んでいらっしゃる方、少しでも参考になれば嬉しいです。まずご覧の通り、整理券をいただくのも容易ではないです。いくつかの中継地点を経てやっと並ぶことができます。ここにたどり着くのも一苦労。2週間前のネットでの抽選に外れてしまったので、今回も一般での参加です。整理券にも抽選があって、その抽選にすら当たらないなんて、人気の凄まじさがうかがえますね。そうしてお昼頃に伺い、やっといただけたのは、なんとなんと、ご覧ください、17時の回。この時点で入場までに5時間待ちです。すごくないですか。ですが、いらっしゃるショコラティエの方々を見れば、これも仕方ないと思えるかも。一般での参加を希望する方は、もしかしたら15時以降なのかもしれませんね。開店前から並ばれるお客様もいらっしゃいますね。整理券の配布場所については地図を貼っておきますね。よければ参考になさってください。どうかご迷惑にならないよう、そしてご無理なさらないようにね。お時間も待たない場合はですが、伊勢丹さんも漏れなく屋上庭園があります。寒くなければ時間を潰すのにはいいかもしれません。よければ参考になさってみてくださいね。天気のいい日やお花がきれいな時期は穴場のスポットですよ。さて、私はレストランにしても5時間も席を占領するなんてできませんので、手間ですけれども一旦帰宅しました。家にいられた時間はわずかですが、仕切り直し、夕方4時過ぎの段階で整理券自体の配布も終了していました。開催期間の初めの方はどうしてもお客様も集中するようです。さて、やっと入場と思うでしょう。違うんです。整理券を持っていても入場するまでの行列に並ぶんです。誘導で階段の下の方へ。まだまだ先は長いです。ですが、その間QR コードが配られます。読み込むとこの通り、混雑店舗の商品情報が。そして見ているうちにどんどん完売しました。そんな表示が増えていきます。どうしよう。完売商品を眺めながら、まだある商品を探します。いよいよ入場です。ここで驚愕の事実が。入場してからも人気のショコラティエさんは中でさらに行列です。ディズニーのアトラクションみたいと言われましたが、まさにそうかも。配置図をチェックするのもまさにアトラクション。では実際の店舗を早速ご紹介いたしましょう。バローナの指導員を務めたダビド・カピー氏、ボルドーに店舗があるからでしょうか。タブレットとワインアソートを見つけたらぜひ。ボリュームのあるケーキもとっても美味しそうで人気があります。主婦は MOF をお持ちです。人間国宝のようなものですね。続いて、私の大好きなクリスティーヌ・フェルベールさん。こちらの
水玉模様のコンフィチュールは有名ですよね。世界で一番おいしいコンフィチュールだと思っています。伊勢丹の地下1階でいくつかのフレーバーは購入できるという穴場の情報をお伝えいたしましたが、限定フレーバーはもちろん売り切れ。残念です。口コミであっという間に大人気になったアルバンギル飯、見てください、この売り切れの多さ。一押しとおっしゃる芸能人の方も多いようですね。サブレキャラメルアマンドやケーキが有名ですね。クリスチャンカンプリニシは南仏のバルボンヌ、柑橘の貴公子とも呼ばれる彼はシトロン系のアソートをぜひ。フランク・ケストナー氏はロレーヌ。ご覧の通り大行列です。新作定番ともにタブレット、そしてサブレを。私が好きなのはこちらのロレーヌ。パンフレットにはどのシェフも出身地が記載されていますので、ご覧になってみてください。地元に思いを馳せるのも楽しいですよ。ポール・オキパンティ氏の地元はモンドリュー。南仏のホテルでシェフとしての経験もお持ちです。ビオの認証を受けており、贅沢にナッツやフルーツが使われたタブレットは一見の家一食の価値ありの一品です。シンプルなパッケージが目印、ザクザクとした食感と食べ応えのあるフレーバーをぜひ。リリアン・ボンヌフォア氏もアンティーブ南仏です。南仏の香りのするドライフルーツやナッツを乗せたマンディアンはあっという間に完売。普段手に入らない貴重なものがいっぱいすぎて困ってしまいます。続いて大人気のトゥルビヨン・バイアン・ブリス氏。トゥルビヨンとは渦巻きの成果技法のこと。サブレやボンボンショコラをぜひ。後ほどまた詳しく解説いたしますね。今回特に大行列だったのがこちらフィリップ・ベル氏。素材をチョコレートでコーティングしたディスクやザクザク食感のサブレも大人気です。後ほど行列の模様も詳しくレポートします。さて、一旦小休止なさりたい方、イートインスペースへどうぞ。以前もご紹介したパティスリーイーズの大山シェフと数々の賞を受賞しているマナゴ氏とのコラボ、芸術のようなパフェはこの通りですが、現実はチョコレートのように甘くありません。ご覧の通り行列です。もう一つのイートイン、高橋オーナーシェフのル・スプートニク。カカイのパイ包みは売り切れでしたが、カカオのスフレオムレツは芸術でしたよ。吉典麻美氏といえばグラシエ。アイスクリームスクープでしたらなんとかお手頃価格でいただけます。ぜひ。天才オリビエ・ビダル氏。試食も大きさも大きくて気前がいいことで有名ですが、こちらのスリーズ、春のフルーツの代表のさくらんぼ、これだけの量をザクザクと使用しています。簡単バイ氏の故郷はリール。レンガで有名な街だからか、レンガを模したタブレットなど遊び心もたっぷり。手に入れにくいショップが日本に来てくれるこの機会にぜひ。アトリエガトーといえばキャラメルパリ時代からの人気商品カラックロック。ブロンドチョコレートでコーティングしたキャラメルブロンドをぜひ。チョコキャレシといえばキューブ。よく見てください、ハートだって一つ一つのキューブが合わさっているんですよ。パトリックロジェシといえばもう説明は必要ありませんね。アソートボックスが随分重いなと思ったら、下にびっしり板チョコが詰まっていた驚きも。ローラン・ル・ダニエル氏。あのボルディエ社の発酵バターを焼き菓子に使用してるんですよ。ぜひこちらの焼き菓子を。
このお値段なら手が届きませんか？もちろんお得なのはホール。この大きさでも一人で食べられてしまいそうな美味しさです。シェフもいらしてましたよ。今回とにかくさすがはサロンドゥショコラ、多くのスターシェフがこの日のために来日してくださっているんです。普段本国の方ですらお会いできないシェフが一堂に会している様は圧巻です。いらしていたといえばこちら、ユミコ・サイムラ、ピッコラ・パスティチェリア・イタリア。ユミコ・サイムラ氏はピッコラ、恐れながら小柄な方で、それがこれほどにパワフルなチョコレートを生み出しているなんて。ご本人の印象はハンサムでクール、でも朗らかでお優しい。憧れてしまいます。手に入りやすい値段のものもありますので、まずは一粒だけでも召し上がってみてほしい、そう思います。皆様も、あ、この方拝見したことある、そんな方たちがいらっしゃるのではないでしょうか。その方たちがいらしてるんですよ。ラ・メゾン・ジュボーさん、日本にも何店舗かありますので、ガトーも召し上がってみてくださいね。マンディアンがおすすめかな。 S 小山さんといえば関西では有名なパティスリーですよね。パスカル・ルガックさんは有名なサブレと食べ応えたっぷりのこちらのバーを、アレノ氏はスターシェフ、リボワール氏はシェフパティシエ、ショコラティエではない2人の挑戦は独特の個性が輝きます。フランク・フレッソン氏、絶対に今のうちに手に入れてくださいね。感謝を込めて。アレクシア・サンティニ氏は柑橘類の島コルシカ島、オランジェを使ったケーキはいかがでしょうか。レ・スクレ・ドゥ・ノ・ベルジュ、この大きなタブレット、ご家族で農場を経営、こだわり抜いた素材、絶対に食べたいアイテムです。アニエス・エ・ピエールさんは今年初出店のご夫婦のショコラトリー、ユニークなおひげさんが可愛いかもしれません。初出店といえばパトリック・アニヨレ氏、出身のアヌシーの花を思わせる美しさですね。ボエラ・ソリーズィさん、イタリアの大人気のブランド、大人気のジャンドゥーヤとナッツの風味豊かなクレミニを、世界最高峰のショコラの祭典サロンドゥショコラ、お一人様2点までなどの点数制限もあるのに売り切れが多数、その人気の凄まじさが伺えますよね。時間を作るのが難しい方は、その他の百貨店のチョコレートイベントの動画も作成しておりますので、説明欄からよかったらご覧ください。ここからはシェフが来日、来店していたお店をご紹介いたします。もしかしたらこれから会えるかもしれませんよ。ポミエとはリンゴの木の意味。コロンとしたリンゴのチョコはタルトタタン味のガナッシュです。ここにしかないカマンベールを使用したチョコレートをぜひ。イワン・シュバリエ氏は MOF もお持ちの超一流のショコラティエ。ただでさえ手に入れにくいのに、来日の上サインまで、気さくに肩を組んで記念撮影まで、さらに大行列が。実際のシェフは写真よりもさらにかっこいいんです。一生の記念になりますね。ルダーフ氏もいらしてました。以前の動画で飼っているニャンコちゃんのモチーフのチョコレートを紹介しましたが、こちらはオランジェットちゃん、そば粉ときなこちゃんでした。貞治青木氏は出来たてもいただけますが、ここで貞治青木氏もご来店です。あっという間に人だかりが。ジャンポール・エヴァンさんについては
コレートのガトーは絶品です。貞治青木氏は気さくに会話もなさっていましたよ。ヴァンサン・ゲルレ氏もいらしてました。ここはやっぱりフロランタンやビスキュイかな。ルブルベ・ボレロさんは滋賀の名店、高品質なのに一個売りで試せるお菓子がいっぱい、いろんな種類が楽しめるのってありがたいですよね。いつか滋賀の実店舗にも行ってみたい、そんな素敵なお店です。会場の全体図はこちら。シェフ自ら会いに来てくださるなんて夢のような空間です。いらしてくださったシェフのアップ、ブルーノ・ルデルフ氏、イワン・シャバリエ氏、ユミコ・サイムラ氏、フレデリック・マドレーヌ氏、貞治・青木氏、ヴァンサン・ゲルレ氏、ローラン・ル・ダニエル氏、田中丸博文氏。ではここからはいよいよ大人気のシェフたちの行列の模様をレポートいたします。まずはリヨンの名店ベルナシオンから。以前リヨンに旅行した際、さすが食の都、ポール・ボキューズ市場で食べた何もかもが美味しくて、どのレストランも美味しくて、でもパリからリヨンまでは新幹線移動、最近ではパリでも手に入れられるようですが、リヨンまで行かずに来てくださるなんて、1時間近く並んでやっと行列の先頭に来ました。完売の商品もある中、係の方の誘導の指示に従って足を踏み出します。やっと買える、ドキドキワクワクです。並んでいる間にさらに完売が増えていたらどうしよう、そんな不安でもいっぱいになります。さて、じゃーん、こちらのタブレットマンディアンノワールプラスはだいぶ少なくなっていました。その他のタブレットはこの通り。私が欲しかったタブレットパレドールは代表作であり定番、入荷数が多かったのか、なんとかまだありました。皆さん必ずこれと、もう一つそのような買い方をする代表作です。ただし発酵クリームを使用しているので消費期限が短いのが難点。私が買った時点でなんと2週間、バレンタインまで持ちません。自分で食べるので大丈夫。フランク・ケストナー氏も階段ではありませんが、壁際の行列にまず並びます。そこから誘導に従ってお店の前に行くスタイル。ロレーヌ出身の彼のスペシャリテはペルル・ド・ロレーヌ、そしてタブレット。カラフルで新作のタブレットも多いですが、ミラブルプラムを使ったロレーヌのタブレットからぜひ。どれもカラフルで可愛くて全部が欲しくなってしまいます。マカロンやサブレの焼き菓子も最高です。サブレの名前はドン・ファンですって。誘惑されそうですね。トゥルビオン・バイアン・ブリスさんはベルナシオさんに並んでる間に行列が消えていたので、あれと思ったら多くの商品が完売してたんですね。ギリギリ残っているものがあったら何でもゲットしてみてください。そして最後に並んだのがフィリップ・ベルさん。最後尾までたどり着くのも一苦労、ひたすら階段を降ります。ふう、行列に並ぶのも
大変。そして階段を登っていくのも大変です。よくよく見ると皆さん、お友達同士行列を分担しているようでした。そのくらい大変なんですよね。フィリップベルさんも、私の大好きなリヨンに店舗があります。フィリップベルさんといえば木をてらわないシンプルな味とメニュー。ボンボンショコラでもプレーンなガナッシュが美味しいなんてすごいですよね。ナッツがザクザク入ったサブレのようなクリスティーベロはすでに完売。キャラメルなどを薄いチョコレートでコーティングしたまん丸のパレ、そしてサブレも大人気。多くの商品がすでに売り切れ。係員さんの誘導に従いながらもさらに悩んでしまいます。誘導の係員さんは皆さんプロフェッショナル。毎回お世話になりありがとうございます。約1時間ほど並んでやっと店頭に参りました。本日こちらで最後の行列です。どれも美味しいのですが、ディスクで残っていたのはミント。ごめんなさい、ちょっとだけ苦手。というわけで、シンプルなものこそ美味しい彼の、名前がしっかりデザインされたカカオニブのタブレットにしました。スーパーフードですし、健康にもダイエットにもいいかしら。なお、一旦完売したものは日本のメーカーさんとは違い、翌朝補充されるということはありません。そうでないと毎朝並ぶ人が出ますと混雑しますものね。ある意味安全策として公平なのかしら。嬉しくて出口で記念撮影をパチリ。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。お出かけや旬の穴場スポット、お得情報などもご紹介しています。少しでもお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。年に1回しか食べられない、そんな憧れのチョコレート。そのためにまた明日から節約生活も頑張ります。